俺と巨人の143日物語12回目は横浜戦プレイします。このカードは2戦のみで、そして2戦目が地方球場で行われる戦いなんですよね。ただでさえ打つチームがこの球場で戦ったら、さらに打ってボコボコにされる、そういう絵が今浮かんできてるんで、正直戦いたくはないんですけど、やらねばならぬからやるよ。で、現在 4.5 ゲーム差で巨人が追いかけてはいるんですけど、この差が縮まることはここ最近全くないですね。それはなぜかというと、横浜が今季ここまで負け越したゲームは、実況3回目にプレイしたうちとの直接対決のみだからね。それ以前もそれ以降も一度も負け越してない。だからこそ縮まらないし、やればやるほど離されていっている。他のチームなんて見てくれ、もう1位とは9ゲーム差以上離れてるチームばかりですからね。うちだけが唯一食らいついてるって言っていいのよね。そのうちが食らいつけなくなったのも、これ横浜独走物語に変わりますからね。趣旨からずれることになりますので、それを阻止するべく今回プレイする2戦はどちらも勝ってスイープを狙っていくよ。まず最初にプレイするのは5月6日の戦い、相手本拠地ハマスタで行われる試合で、こちら桜井、相手浜口が予定されてますね。あーで、今日も絶好調な選手多いわ。5月に入ってから本当なんか気候的な問題なのか、すごい調子のいい選手が多いですね。先発の桜井からしてこれですからね。ただでさえ桜井とはフィーリングがあって、ここまでたくさん抑えてるの、調子が絶好調ってなったらやばいね。1点もやることはないんじゃないかな、強力な横浜打線ですけどね。で、打線に関しては吉川を除くみんなが絶好調。ただなんで吉川だけがこれなの？え、なんで一人だけなんか乗れてないよね、この祭りに。お前も入ってこいよ吉川。どうしようかな、なんか吉川だけ普通なんで、今日は疲労も溜まってきてるし、ちょっとベンチにいる選手使ってみようか。それこそここ最近挙げた増田大輝を思い切ってスタメンで使うっていうのはいいかもしれないね。調子は普通ですけど、そうしよう。吉川は今日は疲労のため休ますわ。今日はこういう並びでいいんじゃないでしょうかね。まあとにかく打線に関してはかなり今ピークを迎えてる選手が多いですからね、調子のピークを。その辺生かして、その辺ドバドバドバって取りつつ、強力な横浜打線を抑えつつ勝つ。うわ、このピンチで外だよ。現在は12本。いや、でも前回対決時から数字の変動はないね。前回も12本、あれから9試合以上が経過してる今、まだ12本だろ。だからその後打ててないってことだよ。もうここで打たれたら意味もないけどね。はい、桜井でいきなり失点を許して、相手に先制点を与える。得点そんな取れないチームが相手に先制点を与えてどうするんやろかね。で、この流れで回るわ、岡本和真。さあ、いきなり岡本和真ピンチで回してしまいましたよ。得点圏では2割4分で1ホーマー。どうだ？あー、数字もだいぶ上がってるじゃないですか、岡本和真ね。俺が使ってた頃はホームラン3本なんて打ててなかったけど、今はもう3本打ってるんだね。まあ、言うても3本ですけど、打率も1割台。まあ、でも明確に上がってますよ、横浜に行ったことによってね。で、うちのロペスは明確に数字を落としている。まあ、このカードではこのロペスと岡本の打席結果にも注目ですね。このカードではどっちの方がいい結果を出すのか。いきなり岡本をこの得点圏で回したが、その岡本を打たれてまた得点を許すようなことがあれば、1戦目はこの時点で負けが確定するが、三振。膝ついて三振。なんなの、悔しそうやね。お前の攻略法は分かってるんだよ。抑えれるとき簡単な選手なんだよね、岡本って。でも打たれるときあっさり打たれるケースが多い、両極端なんだよね。今日は抑えれる岡本和真がかな。どうだこれ、はい、ポテーンと落ちて2点目。うん、あのね、うちのチーム2点取ること困難なんだわ。その中2点 1回にやったら確実に負けるから、岡本抑えても負けるから。完全に運だけのヒットでしたけどね。あれ本来内野手が取りに行かないとダメだよ。外野がアホみたいに後ろおるから、このゲーム、うん、内野手取りに行かなきゃダメなところ、内野手が行かずに外野手が行くんだから、そりゃ落ちるのは当たり前だよね。もう2点入るの当たり前だよね。3回石川慎吾から始まるところ、このあと増田大輝で、その増田大輝っていうのはまだプロ初ヒットを打ててないので、うん、まずはその増田大輝で打つことかな。ちょっとチームは負けてる状況ですけども、そこで打って勢いづけていきたい。おお、石川慎吾、打球は抜けていく。これ石川慎吾も今季初やからね。よかったよかった、ヒットが1本出て。どうしようかな、このケース。いや、まあ打ちに行きましょうか。バントしたって次ピッチャーですからね。なので、はい、ここは打つこと優先で。増田大輝プロ初打席ではないですから、過去一度打席に立ってその時は打てなかった。安打はまだ出てないので、プロ初安打は豪快にホームランとかね。まあ、苦労した分報われる結果を出したいな、この増田大輝で。あー、でもちょいと厳しいな。
おてーたーが当てただけの凡退では一番あかんのやけどね。まずこの増田大輝の1打席目この結果でしょ。起用したのは失敗だったと言えるね今のところ。まあ取り返しはまだありますから、チャンスはねそこでやればいいでしょう。わー、これ行く外はー、ここ最近ホームラン打ってねえなーって言ってた次の打席で打たれたわ。その前はヒット打たれて今回はホームラン。中島なんで今ドアップした、関係ないや一番関係ないで、何の外とのつながりもなければ何にもない選手をドアップする理由はないと思うんですけどね。まあ、見事やられてこれで3点目。何度も言う、1点取るのが困難で2点はより困難、3点目となればもうあとはコントローラーそっと置いて見守ることをした方がいいかもしれないね。絶望的な展開となりました。欲を張るな、それよりもこの4点差ひっくり返すことだけ考えろ。ラッキーセブンの攻撃、陽大館から始まる。この一番器用の陽大館で流れを作らないとそれは何にも始まらんよね。何でもいいんですよ、ここは球数は相手は72球、スタミナもなくなってきているということを考えれば制球も乱れがちになるイニングだ。そもそも浜口は制球力がなくフォアボールが多い投手じゃないか、なのに1個も選べてないわ、あかんよ。フルカウントくれねえか、フォアボール、無理からチェンジアップ打ちに行ったな今の。振らされてるんだよあのコース、このチェンジアップが厄介やわ浜口は。おい、フォーク、チェンジアップとフォークの使い分けで陽大館も回る、バットも回る、全部回っとるやん、回る陽大館そんなアトラクションありそうやね。俺は乗らへんけどな、そんな乗らへんしいらへんし見たないし。もうこのチェンジアップ厄介やわ、これによってね惑わされていてそれ以外の球も打てなくなる。ほらもうあかんもん、あのチェンジアップで俺のなんか思考が停止する。あーい、でも坂本はヒット打ったぞ、これは石川慎吾以来となる久々のヒットで丸につなげられた。いや今のは甘かったですね、明確な失投だったわな。ああいう1球ならばそら俺だって打てるよ、丸だって打てるよ。坂本が塁上になると牽制すごいしてくるんだよね、起動全然してないのに。まあ、走力があるから警戒してるってことでしょうね、盗塁数とかを見てるのではなくて能力を見て相手は牽制したりしなかったりをしてる。ただする必要はないですよ、貴重なランナーを潰したくはないのでね。ここは堅実に1点1点返していかなきゃ。はい、フォアボール OK、 そしてロペスのチャンスで回したぞ。ラッキーセブン、やはり何かが起きそうやな、さあ来い。うわー、ストレートできたか、ちょっとチェンジアップ待ってたんだけど今ここで来るのね、ストレート後。次はなんだ、ストレート弾き返してライト前に落ちた。よし、まずは1点は返したな。この横浜戦ロペス初打点ですわ、対横浜相手に今季あげるのはない。ラミレス顔が怖いよ優しい顔してよ、そんな顔してなかったでしょ、好きなラミちゃん今いなかったね、暗黒ラミレスって感じがした。まだ3点差あるんだからゆとり持てよ、監督がそんな顔しちゃ選手も萎縮すんで、なんかこのラミレスなら小手で殴りそうやな、いやなんかそれ以上のことしそうやわ、銃口突きつけたりね、やらないでね。で大城ね、いやこのチャンスは無駄にできないでしょ、本当ようやく浜口からねチャンス作れてわけですから、これも最低でも2点は取らないとね、本当いや最低で残るイニングでまた得点を取っていく。ただ安明がいるからな、あーもうキャッチャーフライ、もう一番やってはならないことやるんだから、もう調子絶好調だからここ最近スタメンで起用してんのに全然合わへんわフィーリング。これならばもういいな、次は阿部慎之助、得点圏では5割台ですからね、チームで一番得点圏で打っている。頼りになる選手もここでは打てなかったら意味がないだろう。うわー、このチャンスから取れたのはロペスのタイムリーヒットのみ、1点は取ったが依然3点差。まあでも光は見えたかな、いや見えたところでおそらく次のイニングはもう浜口変えてくるわけですからね、変わったピッチャーから打たなきゃね。残すは2イニング、6つのアウトを取られたら終わる前になんとか得点を取ろう。でも桜井はさすがに交代ですね、これだけ失点してるピッチャーをこれ以上生かすわけにはいかないので沢村行こうか。沢村はここまで4試合に登板して防御率は 7.20、 全然抑えられてないけどね。
ここでも打たれるようなことがあればちょっと1軍2軍の入れ替えをしていかないとね。あまりこのシリーズ1軍2軍入れ替えてないですから、基本同じ戦力で4月からここに至るまで戦ってる。もうそろそろ大きく変える時期でしょう。野手にしてもね、投手にしても、できれば交流戦あたりで変えたかったですけど、ちょっとチーム状況もあんま良くない中ね、いつまでも同じような感じで進めてたらあかんからな。はあ、どん詰まりがヒットになって落ちるとか最悪や。あー、伊藤光出してきたね。打率1割3分。打ててないからスタメン起用で使われてないってことね。なおさらじゃあ代打で出す意味もわからんけどね。今、ミネがスタメンキャッチャーなんだ。はい、ありがとう。あっ、言葉を失ってしまった。坂本2カード続けてのエラー、前回のカープ戦もありましたよね。でそのエラーから失点につながることはない。これは前も言いましたけども、坂本のエラーから失点につながることがないから僕は何も言わないんです。坂本の悪口も言わないし、ディスらないし、暴言も向けない。しかしここでつながってしまったら、もうちょっとね、鋭い言葉が飛んでいくかもしれない。これはどうだ。これは増田大輝が掴んでアウトになるが2アウト。まだね、あと1つ取らないとダメ。ここで筒香に回る。沢村を変えて、いやもうええわ、沢村でいこう、力でいこう。都合はストレート弱い。うい、おい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 、嘘か、嘘なのか、ストレートに弱いのは。150のストレートを弾き返せる都合はメジャーに行っても活躍できること間違いないんだよな。いきなり当ててきた。それももうフェアならばスタンドインでホームランだよ。あかん、これちょっと今のでビビってるね。ビビるわそら。あーもうストライクが入らねえ。2敗。よしよしよし。では最後は落とす。はい、振らない。ランナー満塁か、これ。ここで宮崎。もうさ、油でいこう。あー、1球打たれたー。坂本のエラーからつながった。この失点、もう1人変えるぞ。丸の方はいいけどもさせない。あー。希望があったんですけどね。7回表に得点取ったことによって、あれいけるんちゃうか、あれやれるんちゃうかと思ってた俺が、まあ 3% くらいいたんですよ。 97% が無理やろって思ってたけどその 3% の俺消滅ですね、坂本のエラーによって。もうさすがにこれはね、好きな坂本も擁護できません。ふざけるなよ。確実に今のはさばいてゲッツー取って、このイニングを終わらせなきゃダメなところだったのね。これも沢村に罪があるわけじゃないですからね。あのゲッツーで本来はもう終わってるはずのイニング、終わってないのは坂本がポロったからだよ。で一つのアウト取れなかったら最悪ですね。伊藤光の足だってそんな速くないのに、ポロり方が最悪だったんですよ。結構弾いたでしょ。ちょっとポロる程度なら一つアウト取れてんだよな。あーもう外に対してはもう強気でいけ。ストレートズバッとパキーン、弾き返された。パワーに対してパワーで対抗したらそら打たれるよね。だって沢村には外を抑えるパワーがないんだから。うわー、態度悪いな蹴ったぞ。まあ、そのね、態度はいいですけどね。ランナー満塁で岡本だってばよ。さあどうする。今日の岡本には何打数何打なんだって、1安打打たれたかな。岡本はあ、打たれてないですね。3の0と抑えてる。言ったでしょ、たとえこの戦いもう横浜負けてもしゃあないのとしても岡本だけには打たれたくないと。ですからここもね、打たれないように。はい、オッケー。岡本はだけは抑えれるよね。坂本、いやでもこれで取り返したなんて言わない。まあでも今のアウトにしたのは良かったよ。岡本に打たれて負ければ絶対に嫌な展開だったんでね。まあでもやっぱりエラーは罪の重い。これで試合が決まったと言ってもいいわけですからね。9回表の攻撃、相手ピッチャーは笠井という投手が8回に続いて9回もですね。で遊撃手に佐野が守る。あい、これ穴ですね。大和を変えてきたバカやね。あそこの穴打てばヒットなんで。え、ちなみにセカンドはまだ外のまんま、外も変えてる。いや外か、あ、外はサードも入って柴田が二塁手守ってるんですね。でも佐野に関しては前も紹介した通り、まあこの程度の守備能力ですからね。はい、あの辺打てば、あの辺を続けて打てるのであれば、この5点差もひっくり返す、そういうゲーム展開だってありえるけども、ただ陽大館が1球打って岡本掴んでワンアウト。さあ試合終了まではあと2つ。スイープするという強い気持ちで挑んだんですけどもね、これじゃあスイープされちまうよ。1戦目よりも2戦目が大変なんだよ。1戦目でこれだけ大差あったら2戦目どうなんねん。生きて帰れんのかな。全員全裸になって自宅に帰ることになりますよ。まあ、正確にはホテルにね、
ホテルのフロントもびっくりするわ。どないなっとんねんこれ、巨人は変態集団だったのかと全裸で全員帰ってきてるんだからね。スタッフもはじめ、おっと坂本今日2安打。やっぱ坂本は間違いない。ここ最近フィーリング合いますね。打て始めるようになった。ただ問題は丸だよな。坂本で打ち始めると同時に丸で全く打てなくなったからね。打率もついには3割切ってホームランだって1本程度ですよ。この急国家っぷりはあかんねん。またここもチャンスをつないでロペス回せば何かあるかもしれない。で何かしなきゃダメなんだよ。詰まってどうだ、これは微妙なとこ。あーダメだ、ハーフウェイハーフウェイ、戻れ戻れ。落ちてたらちょっと違ってたのね。最後のバッターはロペスとなるか。あーもうクソみたいな。あでもあそうそうそう、あるあるある、ロペス走れよ。これは内野安打ですよね。さすがにだいぶ後ろ守ってたしサード外だし、さすがの鈍足の外でもこれは、あじゃないロペスでも内野安打になって、2アウトからつなげたよ。なんかつながってるよ、つながり始めた。で大城でつなげるか。さっきの凡退は最悪だったぞ。甘いのになんでそれ打ち損じる。明確な甘い失投だったじゃないか。はいもうボール球振りに行って、これは笠井くんが掴み、エラーはなく、はいゲームセットということで1戦目敗北。この試合の勝利によって浜口無傷の4勝目、こちらの桜井今季2敗目となりました。で増田大輝をね初めてスタメンで使ってみるも、もう見るも無残ですね。1打席目はあのチャンスで併殺、あれで巨人の流れはストップして、だからこういう試合展開になったと思います。その後のミノさん、ピッチャーフライと結果を残すことはできなかった。やはり先発で起用するのはダメですね。代打とか、まあ代打じゃないですね、ダイソーとか守備型の要員とかで使っていくと光り輝く存在ですから、うん、もう次の試合から吉川に戻しましょう。まあ、いい休養日になったと思いますよ。疲労も溜まってたと思うんでね。あーでビアネーバーも一軍登録可能か。どうしようかな、やっぱ三塁はもうビアネーバーを我慢して使おうか。で一塁ロペス戻しましょう。一塁に大城使ってたけども結果出ないんでね、さっきの試合でも散々だったし、絶好調だからひいきして使ってますけどね。おーで何これすごいことやってるね。上林がサイクルアンダーを達成した。勝利に貢献できて嬉しいとのことだ。マジで？ソフトバンクはねオリックスと戦っていて12対6で先ほどのゲーム勝ったんですね。そしてその試合で上林がなんとサイクルヒットを達成するという結構すごいことやってますね。できればうちもそんなことしつつこの横浜戦勝ちたかったんですけどね、全然何もできず。で先ビアネーバーを一軍登録できるようになったのでやはりしていきましょう。でこの5月7日は移動日なので試合がないんですよね。ですから日程を進ましていこう。来ましたね。ベイスターズから先日のトレード要請に対しての返答がありトレード成立しましたよーし、ということでうちに梶谷がやってきて、そしてトレードの駒でもあった陽大観、結果残せず、まあ駒にしてましたけど、この陽大観、あとマルティネスとアダメスが横浜に行くことになる。どうだこのトレード、かなりリアリティがあるトレードだと僕は思うんですよね。これ現実的になって十分あり得たトレードですから、まあ残念ながらこのマルティネスとアダメスに関してはもう戦力外通告を受けて巨人にいない選手ですからね。ですからその戦力外通告を受けた2選手を差し出して、まあ、この梶谷を取れたんだからね。いやもうこっちにとってかなりいいトレードと言えますよ。新たに加わった梶谷は打順2番のライト起用でこれから使っていき、それ以外の並びはこのようになってます。1番吉川、2番梶谷、スピードスターを上位に並べて、そしてクリーンアップ丸、坂本、ロペス、この辺で 1,2 番を返すこと。で下位打線に亀井、ビアネは小林と置いてますからね。いや梶谷が加わったことによってまた打線に厚みが出たのは事実ですからね。これ俺がプレイしてなかったら最強打線でもうね、オートだと得点めっちゃ取れるチームなんですけど、俺がプレイしていくわけですからね全試合。ですから、まあ、梶谷が加わったとしてもこの選手をうまく使っていけるかどうかは分かんないんですけど、ただ加わった以上は今後巨人にとってプラスある展開を生み出していかないとね。そして梶谷が加わった直後のゲームはまた横浜戦というね
現実的にありえないだろ、そのカード中にトレードされて。そしてね、その後出るゲームがまたその対戦相手っていうね、巨人に梶谷がやってきてからの初ゲームがその古巣横浜戦。メジャーだとね、あのイチローとかそうでしたよね。マリナーズとヤンキースの戦いの中でトレードされて、その直後イチローがねヤンキースの一員としてマリナーズ戦に出るって展開もありましたけども、まあそれと似たような展開になりました。1戦目負けてる分、2戦目はねこの梶谷が加わってパワーアップした巨人で勝って終われるように、一勝一敗で終われるようにやっていかないとね。こちらの先発は高橋優希ですね。調子は絶好調。うん、高橋も調子いいんだね。で、打線に関してはまたまた調子のいい選手もいますから、まあ、先ほど紹介したこの打線で、そして2番梶谷で得点を取っていこう。相手は東か。ここまで無敗の投手ですからね。ほんでリーグ最多の4勝を挙げている。今日負けをつかしたいよね、この梶谷を使ってやりたいよね。それ一番気持ちのいい勝利だからね。逆にトレードの駒として渡した楊大観を始めてね、まあマルティネスとかアダメスとかが2軍、いや1軍登録されてるかどうか分かんないんですけど、その手の選手にやられたら最悪だよね、やられないように。ちなみに楊大観に関してはスタメンで出てないですね、今映ってましたけど。え、じゃあ誰が梶谷の代わりに今後横浜のライトを守ることになるんだ、そこ気になるよね。確認していくと、ライトを守るは桑原ですね。で、レフトが筒香で、センター神里。あー、ということは、神里が今後、この抜けた梶谷の穴を補っていくってことだね。ほんで、楊大観に関しては、あ、1軍には入ってるんですね。入ってるのは楊大観だけかな。アダメスとかマルティネスは2軍登録ということで。てっきりスタメン使ってくるかなと思ってたんですけどね、この楊大観に関しては。守備固め要員で設定されてるわ。そうなんだ。これじゃあトレード したの失敗じゃないかな。梶谷いた方が全然良かったんちゃうのと思いますけどもね。まあ、でも横浜はいいと思ってトレードして承諾してくれたわけですからね。はい。まあ、なのでこの戦い、絶対にこっちが勝ちましょう。東を攻略してね。このペナント初対決だわ。過去一度もないよ。で、東といえば昨年巨人をめちゃくちゃ得意にしてた巨人キラーですからね。どうだ、投げてる球は結構キレッキレやな。まあ無敗投手なだけあるわな。負けない理由は納得ですよ、球を見てる感じ。あと何よりも強い横浜打線がいるからね、そら負けへんよ。で、2番に入るか、梶谷。ああ、しまった。これまたあの道具の部分変えるの忘れてたね。まだ横浜感残ってるよ。青じゃダメだろ。これも試合終わりに変えるわ。とりあえずこの戦いに関してはね、ユニフォームもよく似合うね、梶谷ね。なんか生まれつき巨人の選手みたいな感じの雰囲気醸し出してますけどね。来たばかりですからね来て半日経ってないでしょこれその梶谷の巨人1打席目で結果を残せるか。ここで気持ちよくホームラン打ったら伝説やで、いい意味の伝説や。狙っていこう。梶谷といえばホームランを打てるパワーを持っている。おお、ボール3。危ねえ危ねえ。おい、で、ここは選んで、梶谷が巨人に来てからの初の打席はフォアボール。で、背番号は25番、岡本の背番号を背負ってるんですね。で、これどうしようかな、盗塁仕掛けていこうか。いけるんちゃうか。まあ、もちろん、ね、同じチームメートでしたから、警戒はしてくるよね、当然のごとく。それは当たり前か。簡単には決めれないと思うけど。ここもね、あーでも今送球危なかったよ。一塁守るは外なんだから気をつけろ。ゴー、よし決まった。これはよーし、梶谷巨人に来てからの初出塁からの初盗塁、いいですね。これが今後ね、何度も見る光景ですよ。吉川が塁に出られなくてもその後の梶谷で足を生かすことができる。これまでの巨人とは違う攻撃のパターンができるようになったわけですからね。で、梶谷はさっきも言った通りパワーもある選手ですから、そこのパワーを生かすのよしだし、ほんとプラスしかないな。で、このチャンスで坂本勇人、対左から3割4分1厘打っている。いや、もうせっかく出たんなら初得点まで行きたいよね、これ。いきなり梶谷が入ったプラスを感じたいんですよ。ドアー、トライすぎた逆に。センター守る神里の定位置。くっそー、初出塁からの初得点につながることはなかったですけども、ただ新たな風というものを感じられたので、いや、この風はいい風ですね。悪い風では決してない。楊大観が1番に入っていた頃に吹いてなかった風が吹いている。
なんかいけそうな気がするよ。でこちら投げる高橋はね、防御率はいいけど援護に恵まれないので、まだプロ初勝利はなくて、それどころかプロ初敗北している。だから相手は一度も負けてない投手の東で、こっちは一度も勝ってない高橋の投げ合いなんだよね。矛盾対決というか、今日は勝てるか。おっとこれは青い坂本、ちょっとこの打球怖いですよね。取れるか取れないか微妙なとこですから、変にジャンプしたらね取れないケースもあるし、でもジャンプしなかったらそのまま抜けていく可能性もあるんで、ちょっとヒヤッとする。おい完璧や。決まった。もう打たれる要素がないね。これは坂本ピアレーはどこまで出しゃばるんだ。三塁のベースついとけよ。一応よ、すごい追いかけてきたね。坂本を追いかけてきてたよね、今ボールというより坂本狙いだったように見えたけど、坂本追いかけて何になんねん。なんか手に入るものがあるのかな。何もねえよ。勝ちだけ追い求めてよ、行こうぜ。これはまあしゃあないしゃあないしゃあない。ただ次の外が当たってるんでね、さっきの試合でも打たれてる。今一番チャンスで回したくない相手なんだよね、この外は。あ、ストライク今の。マジか。あの辺いいね。あの辺取ってくれるね。ああ、よしよしよし。インコースの配球がパーフェクトすぎた。なんか1打席目で使うにはもったいないと思うけどね。いや、使えるやっぱ配球っていうのは限りはあるよ、1試合ね。1回からこれやっちゃってると、その後振ってくれなくなったり打ち始めたりするんで、もったいないな。ちょっと次からもう少し考えよう。あれを序盤から使う必要はない。困った時に使うもんだ。おい強い打球、よかった。この試合初安打が生まれましたね。1番の吉川に、そして梶谷に回る。さあ来い。塁上に吉川がいるとストレート主体のピッチングになるはずですから、そのストレートを狙っていこう、豪快に。だから1番にこういう1、2番に足の速い選手がいると配球の読み打ちもできるからね。まあ打てるとは言っとらんけど、読める。ほらね、明らかにストレート。まあこの場合は外してきてるから打ちにはいけんが。ザあー、あ、なんとか当てたよ。まだ終わりじゃねえぞ、終わらせねえ。いい結果を出して終わるんだ。さあよし、これはどうだ。伊藤幸也の後ろ越える。これ盗塁してランナー二塁ならなお良かったのね。まあでも、このスピードスターの並びでいきなりこういうチャンスを作れた。加入のもうプラスはこの時点であるでしょ。取って正解だったと言える。強力な 1,2 番がいるんだから、もうこの時点で正解や。ロペスに関しては賛否両論あったけど、今回はもう3しかないでしょ。ピがないでしょ、ピがね。3333333333や。あーでこれどうしようかな。梶谷を動かすか、それとも丸、いやでも丸で打った方がいいかな。丸でしっかりと打つんだぞ。三塁にランナーはいる。ワンヒットで得点は入る。いやーなんでこんな2球で追い込まれんの。あー打ち損じたー。伊藤幸也の守備はどうだ。せっかくこの並びで得点のチャンスを作っても、そこから後ろがやっぱ打てないんじゃね。これ左左左並べてんのもちょっとあかん部分やな。坂本4番にするんじゃなくて3番にして丸4番にした方がいいかもしれないね。ちょっと変えていこうか。さすがに上位から 1,2,3 左はあまりにもあかんわ。まあもうこの試合に関しては変えることができないので、このまま行きますけどね、次の試合から。いやもったいないね。やっぱちゃんとチャンス作ってるんだったらそこから取っていきたいよ。まあ、でもこういうチャンスすらもやっぱ序盤作れなかったのが現状ですからね。梶谷が加わって本当風がいい感じに吹き始めてる。いい風がね。よし、高橋優輝で完璧なピッチング。3回まではまだ得点は入らず、4回は坂本から始まるところ。いや絶好調なんで一発狙おう。ここは狙うのはいいんですけどね、ちょっと打ち気満々すぎない。それを逆手に取られてはめられんぞ。きたー、これは一旦ちゃうか。よーし、2カード続けての今季3号目。ちなみにチーム最多本塁打です、これで。2号打ってた選手は阿部とビアネーバがいたんですけど、3本目いなかったんですよね。よーし、狙った結果いい結果が出て先制点。これだと高橋優輝を勝たせることができるし、あと梶谷が加わっての最初のゲーム、それが横浜戦のこの試合。
やっぱ勝ちたいでしょ。勝ってトレード正解だったと僕は胸を張って言いたいので、なのでまずはこの一撃はいいな。できればやっぱさっきのあのチャンスからね取ってたらこれがスリーラン、場合によってはグランドスラムもあり得たわけですから、まあ結果なんですけどね。一本出たぞ。これもいやーちょっと今狙ってた球が来てタイミングとしては悪くなかったんだけどね。もったいねえなー。仕留めたかった、仕留められたはず、仕留めなきゃダメだった。もうまあ仮面に関してはもうしゃあないわな。ディアヌエバもいるんだから4回まだ終わりじゃねえぞ。はっでも打率見る限り終わりやな。0割9分6厘だもんね。昇格後のこの試合で打ってくれたらいいんだけど。なーん、左に得意なビアレーバ、しかしここはこのチェンジアップを打たされてアウトになって、まあしかし坂本の一撃で得点は取れて、まだ取るつもりだしね。あとこの1点は確実守りましょう、高橋優輝でね。これでもね2番から始まるとこなんですよ4回裏。おーっと息打って、いや大丈夫大丈夫、先ほどエラーをやらかした坂本は丁寧にさばいて、はいはいはい。まああのホームランの部分で、分でこの試合のねホームランの分で先ほどのエラーはもう取り返してますからね、ぐちぐち言わないし、まあ、もっとプラスを作り出してくれるでしょう今の坂本ならばね。おお、これは高橋優輝いい反応じゃないか、素晴らしい。簡単に取れる打球ではないからね。外に関してはね、あんまりいいな、勝負は今日はなんかやめた方がいいような気がするんだよね。歩かすという手もある。だってこの後がやっぱ5番伊藤だからね。まあまあ抑えれるのであれば抑えますけども、ダメならばダメでスパッと諦めて次の伊藤を抑えることをやった方がいい。あーでも三振、今日は高橋優輝全くタイミング合ってないって感じだね。エゴ逃げることなんて今は必要でだろ、とにかく前へ前へ突き進むんだ。5回のワンド伊藤優輝から始まるところです。調子は絶好調なこの選手も、しかし今日の高橋を打つほどの力は今のお前にはないんだよ。しかし今のお前を守らさないとダメなほど横浜はどうやら他がいないらしい。そんなのた梶田に出さなきゃよかったのね。何を思って出したの、それに利用代官をスタメンで使ってるわけでもないし、いろいろとわけわからんぞ。はい正面正面、おっと坂本のとこ今日よく飛ぶね。まあ野球ってやっぱショートの打球が集まるからね、としても不思議はないですけど、なんか狙ってきてる感じがする。さっきのエラーの件もあるし、今日もあのエラー誘い出したのかみたいな意図は感じるけども、今日の坂本はエラーをしないホームランを打つ坂本ですからね。その狙いは間違いだよ、その狙いが今日実ることはない。お前たちは負けるんだよ、負けてもらわないと困るんだ。おっと盗塁、小林愛余裕のアウト。いやーまあとかっこ悪いやろ人、いけると思ったんやろね、その場のノリでやろうと。それは失敗だよ。まあ下位打線ですから走ることは別におかしくはないけれどもね、アウトになったらおかしいですよね、笑いも生まれてくるわ。でそんなアウトしてるとうちに流れが来ちゃうよ。次はまた梶谷から始まるところ、今日は完璧に結果を残している。ええわ、合うね梶谷、この勢いでもうホームランも打っちゃっていいですよ、なんならね。おいおい早く投げろ、そんな老人触る必要ねえだろ、触っても打つ今の梶谷ならば。ああどうだ、ああいや弾けよもう、フィールディングが完璧すぎるんだよ。もう少しなんか弾くだったり後ろ反らすだったり、梶谷だとああやって後ろ反らしたら弾いてくれると悩んであるんだからね、弾け、完璧に取るんじゃねえ、完璧すぎるんだよ難易度スピリッツは。どいつもこいつも走っても打っても投げても人間ね、欠点あった方が面白いんですよ、これは CPU にも言える。お前ら欠点なさすぎんね、パーフェクトヒューマンだよここだってね。先ほどの盗塁手を見事チャラにする、いい守備だ。くそ、倉本使えや、本当に倉本2軍で今いますからね、さっきちらっと確認したら2軍にいたわ、なんか怪我してたわ本当にいいとこねえな、それじゃあ一生使われんだろうね。あー今のまま勝った、この打席打てば2試合2ホーマーですからね、2打席連続、どうだこれもいったか、はい来たー、ワーベルダブルプレー、あとちょっと、うわ
もう一番深いところの一番高いフェンスだったね今ね。2打席連続ともなればこれすごかったんですけど、まあいやすごいよ、2ベースですからね、結果は出ているけども、ほら一番深いところの一番高いとこ、そんなとこあんの？なんでよりにもよってそんなとこ打つかな。もうちょっと引っ張れば確実のホームランになってんのに。まあチャンスは作った。いやほんと坂本いいね。坂本4番でいいか。ちょっと左側上位3人並んでることは気になりましたけども、これで打てるのであれば4番に坂本いてくれた方が絶対得点取るチャンス増えるよ。今日は坂本の一撃でしか取れてないですけどもね。いやこれは別に今後もいいと思います。別に左並んでることは気にしなくていいわ。別に左を苦手にしてる選手がたくさんいるわけじゃないからね。丸に関しても左を得意にしている左バッターですから何の問題もないですね。行こう。高橋幸6回のマウンドです。勝ち投手の権利はもうついてるからね。このままいけば東が今季最初の敗北、勝つ、そして高橋幸のプロ初勝利。勝てない投手と負けない投手の対決、ちょっとこのままいけば逆の結果が出ますけどもね。よしで東に対しての代打はないか。まあ6回だからね、まだ変えてこないというか、まあ、変えてもらわなくてもいいですよ。なんか打ててるんでね、なんか出塁もできてるしチャンスも作れてる。まあ打ってる打ったって坂本だけですけどね、なんかまだまだやれそうな感じするんで変えずにいてもらって結構です。うちの高橋幸もまだ変えるつもりはないですから、これ7回も十分いけるね。まあでも無理は禁物かな。やっぱ確実に勝つことを優先した方がいいので、ダメならダメでスパッと変える。7回裏のマウンドを集中しましょう。わー、筒香から始まる。もう2番から始まるイニングやめろ。高橋幸でいきますけどね。これは甘い球は許されないが、おい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 、梶谷のとこ飛んだがえらく深く守ってたな。いやもうこの球場の長打は全部ホームランやからね。外野の後ろ越えるような打球は全部ホームランなので、そんな後ろいなくていいわ。とりあえずゲッツーシフトで久々ランナー出したね。この試合被安打3本しか浴びてない中、その3本目がこのイニング出るか。筒香に対する代打走はないんですね、そのまんまだ。来ないか。大丈夫大丈夫大丈夫、丸の取れる範囲でまだいける、まだやれる。で次高橋優希から始まるところなので、まあ、欲を言うとそこで代打を送ってもう今日は高橋降板がいいと思う。だからこのイニング投げてほしいんだよな。今日は全く外合ってないからね、完璧に三振奪ってる。ほらほらほら、最後はさすがフランカ。この辺スライダーは、いやいやいいよいいよ、揺さぶりは効いてる。イン外インで、その流れでまた外、いや外なだけに振って三振しろよ外。ズバッとインでいいわ。これは亀の前に落ちる。もうだからそんな後ろいなくていいって言ってんのにね。もうちょっとね、内野はゲッツーシフト、外野はもう普通に前いてほしい、そういうシフトを敷くことはできませんのでね、オリジナルシフトはないから。もうちょっと外野前いろよこのピンチ。いや大丈夫大丈夫、伊藤ですから打たれるはずがないわ。次の神里をどうするかちょっと考えないとダメですけどね。伊藤に関してはもうこれ高橋のまんまで、よし落ちた。はい、一番最高の結果ありがとうさーセクー高橋はもうここまでとしましょう。これ以上はもう止めない、いい結果出してくれたんでね。で高橋から始まるとこ誰を代打に送るか。砂田をまず相手ピッチャー出してきたね。10試合に投げて防御率 0.00、 うちの中川と同じく登板機会が多い中まだ失点してない左キラーってことか。ならばその左に強い中島、強いっつったって対左ミートは D ですけど、まあベンチウォーマーの中では一番能力の高い選手なのでね、対左に対して、まあ、それだけ左に強いやつがいないんですよ巨人には。なんか左を打てる代打欲しいな、リアリティある感じのトレードでね。なんかやっていこうかな、ちょっと探していきたいですけどね。まあこの中島をとりあえず送ってみたので、流れを作る、フォアボールもよし、打つもよし、何でもいい、当たるもよしだ、デッドボールで何でもいいか、出塁はしよう。まあ難しいですよけどね、10試合失点のない、それも絶好調の砂だから。あでもそれボール、マジでもしかしてフォアボールくれちゃう、くれちゃった。立ち上がり弱いのか砂田君は。あラミレスもかなりご立腹、すごい態度悪いねこのラミレスね。ずっと立って応援しとるラミレスがこんな座りながら見ないでしょお前どこのヤンキーやね今ね、目つきも悪いし。まずダイソーですね、このケースは中島に対して重信をダイソー、これ
これはまだ得点取れるイニングですからね、間違いなく取れるわ。3回キトンに対して1個の成功もない重信をダイソン出した、足は速いですからね。でクイックが悪いこの砂田ということを考えれば確実に盗塁も決めれるね。これ牽制のタイミングでスタートしない限りはね。次あたりいけると思う。ああ誘い出されたー、もう牽制くんなよ。丸もどういう表情なんだよ。あーくそ、もういけると思うとか決めつけちゃったから、あー最悪やねこれね。せっかくの貴重なランナーがもうこのイニングは得点ないだろうね。三振。さあ梶谷の第4打席目です。ここまでフォアボールヒット、もうね1試合目から十分な活躍が出てるけど、もう1本結果が欲しいな。それが本当大きな一撃ならなおよしで、もうよしよしで規制も上げます、上げる準備してるんで、あとは、はい、出しましょう梶谷で。上げる待機はもうできてるんですよ。あま、はい、甘いのにポイントを動かす必要なかったよね。そのままフルスイングでホームランにできるパワーを持ってるんだからね、なぜかずらすんだよね。動揺したんです、え、そんなとこ来るはずないやんって思ってる中来たからね、うわーってびっくりしたら動いてたはぁ、8回裏ですね。おっと今日は沢村が絶好調、しかしだね、やっぱそういう場面で使うピッチャーではないですから、中川出しましょうかね。で守備固めに関してはまだまだ送る必要はない、てかもうこのままでいいんじゃないですか、特に送る要素ないでしょう。14試合目の登板で防御率は 0.00、 いつも言うとるがまだ実績点はないからね。そんな中川でまず左から始まる神里を完璧に抑える、打たれる心配がないわ、心配ない、問題ないないない、雑な普通は、ああどうだこれは、あアウトだね、簡単にね、何の問題もなかった、やっぱ心配ない問題ないだね。 OK、よし、もうストライクゾーン放り込んでおけばこのようにアウト取れますよ、簡単にね。最後は伊藤光、はいこれも、おっとロペス、ロペス、はいロペス、一塁手ロペスはこれがあるから好き、さっきまで使ってた大城だと抜けてるとこなんですけどね、やっぱ一塁手ロペスはもう固定した方がいいね。三塁に関してはビアヌエバで打てるんだったらビアヌエバを使っていくけども、まあ、助っ人選手も探してますし、トレードもまだまだしていく予定なのでね、まあ、とりあえずもう三塁ロペスはやめた方がいい、あれは黒歴史だ、消さなきゃダメな黒歴史ですからね。でそのロペスに回る9回表の攻撃取っておきましょう。あーでもエスコバー、もう俺が地球上で最も苦手にしてる生物やってきた、出すなよお前、もうありえねえ、人じゃないからね、生物の中で最も苦手なのがエスコバーです。いやもうゴリ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 押してくる、トゥーシームが、まあ、間違いなく150を超えてくるからね、トゥーシームが動くんだぜ、150が。打たす気ないやろお前、ないんでしょうね、ないからプロやっとんのでしょうね、それがあんたの仕事やからね、打たす気ないボールを投げる。あーこれ坂本またヒットか、あーいかん、ライト桑原だからね、守備範囲広いな。まか、今のは梶谷がたとえまだあっちにいたとしても落ちないでしょうね。さっき好守備のロペスは、あーダメだ、エラーを誘うこともできなさそうやね。はい、ということでやはりこの1点を守って勝つこと、それでいいでしょう。次はエスコバーから始まるとこですけど、確実に代打来ますね。その代打は誰だ、ヨウ大観とか出てくるかな、もしかして。誰だ、いや左だね、左か、楠本ね、いやいやいや、これはねちょっとマチトン出す予定でしたけども、左のねバッターを出してきたのであれば左キラーの中川で抑えていきましょうよ。ただ次右の桑原のとこですから、まあ、そこで帰るもいいかもしれない、まあ、ここは確実にね左の中川で左の楠本を抑える、何の問題もなくね。はいズバッと三振、敵じゃねえんだよ、帰れよ。あどういうことしようかな、桑原の関してもいいか、もう中川で行けよ、ここ最近回をまたいでもうセーブすることが多いですけど、ええわええわ、だって今絶好調だからね、今パープルで言うとノリノリ状態にこの中川は入ってるの、もう絶好調なうちは使っておきましょう、使える戦力なんでね、別にそんなね決まって9回にマシソンを出す必要はないと思うんですけども、完全なポテンヒットだよね、運だけのヒット打ち上がったね。
で、この後筒香に回り、宮崎に回り、外に回り、そしてこの状況を一撃浴びたらさよならなんですけども、浴びないよ、浴びずに勝つんだよね。変えない変えない、もう中川でいきます。形成しとこうか、一応というかしておいた方がいいな。盗塁はエンドランだったね。今のそういう揺さぶりが本当多いんだよ。特にエンドランが多いわこの CPU 対戦。盗塁はこれは、はい、セーフ。完璧なタイミングで切ってきやがった。もうランナー二塁もええやろが、得点取らんで。今のもボール判定、え、なんなのボール、え、嘘でしょ、ありえねえ、マジかよ。うわー、これはちょっと厳しくなってきたな。中川一球ストレートインコース、アイズバット行って最後はもうスラブだね。はい、三振。これで2アウトもまだ終わりじゃないからね。次の宮崎がいる。結局は宮崎に打たれたら外に、筒子に打たれようがね、その後の外に打たれようが関係ねえ。宮崎に打たれたら終わりやね。対左は苦手にしてる、うん、行こう行こう行こう。いや、苦手にしてるっていうのはデータであって能力的にはね苦手ではないですけども、変えない変えない、もうここは最後まで行くと決めた中川を信じた。その結果どうなるか、裏切られるようなことはないよ、うちの中川なんだからね。あー厳しい判定、アウトコースが厳しい。よしよしよし、でこの辺でチェンジアップ決まった。うわー、振るやん、振るチンで振るやん今のね。そういう一球やのに、マジかよこいつ。もう外から入るスラブが一番いいでしょうねこのケース。センター前に弾き返されない、大丈夫、丸がいた。ほんまに危なかったね今のはね。ナイスイン、ビクビクアンアン、ギシギシアンアンって感じだったんですけど、なんとか逃げ切ることができて、梶谷加入の1試合目。まあ結果得点は1点しか取れませんでしたけども、やっぱ梶谷が加わったことによるプラスは感じ取れた1試合でしたからね。そしてうちがトレードで差し出した選手っていうのは、横浜は今のところ使う予定がない以上は、まあ、この1試合だけ切り取ってトレードの成功か失敗かというほど虚しいものはないですけどもね。ただ今のところは成功だったと言えるんじゃないかな。そして何よりも本日のヒーローは高橋優希ですよね。7回無失点に抑えてようやくプロ初勝利を挙げられました。長い道のりだったけど、ようやくプロの第一歩目を踏み出したのであれば、ここから2歩目3歩目4歩目とすごい勢いでかけていきたいね。本日の成長報告、吉川直樹の疲労回復力が1上がった、宮国の疲労回復力が1上がった。ここに来て何なの、不自然な疲労回復力、何かやってないか、大丈夫か。だから疲労回復ってあまり急に上がることないと思うんですけどね。上がるとしたら何かやったとかじゃないの、上がりすぎじゃない、巨人の若手一気に。何かあったんでしょうね、何かきっかけがあったんでしょう。それが何か原因を下がる必要はないんじゃない、もしかしたら何かやってそうだし。あー、でロペスの肩力が1下がる、まあ一塁手ですから肩力が下がったとしても問題はない。あー、でこのカードというのは結果1勝1敗ですからね、求めていた結果とは違うけども、まあでも梶谷のトレードが成立して、また巨人としては戦力補強ができた。そしてその梶谷をねこっちが率いた結果、5月8日のこの地方の戦いやる前はね、これボコボコにされるんじゃないかと恐怖感あったんですけど、終わってみれば1対0の完封勝ちですからね。わかんねえもんだなー。いや、こういう勝ち方した以上やっぱ1戦目あんな負け方したくなかったよね。6対1、ハマスタで6点取られて地方では相手をゼロに抑える、なんなんだろうね。まあもう結果論ですからね、2戦目はもういいでしょう。これで今回の俺と巨人の143日物語は終了ということになりですね、次回はまたこの横浜戦以降の戦いをですねプレイしていきたいと思います。そして、まあ大型補強はここまでですね、ロペス、梶谷と連続して取ることができていて、第3弾をこれどうするか、まあ視聴者の方からですね多くの意見をいただいておりますので、またその中から一つ何か選んで、次はね、まあ何を取るかっていうのは今のところまだ決めてないですから、第3弾が何になるかはまた次回の動画以降で発表させていただきたいと思いますので、その辺もお楽しみにね。今回ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。